じゃん、思い込んだらどこまでもはい、ということで、うん、割と行動的なんだなって思うことの一つなんですよ、うん、今このスケジュール見ました、この手帳のねここにも桂小枝さんのこのシールが貼ってありますけれど、こう筋金入りでもう昔から、うん、好きで今じゃもう仲良しということなんですけど、うんうんうん、ね、結構追っかけやってたことがあるそうでね。そうだね、本当に否定しないですね、その追っかけって言われても最初はもうすごいテレビを見て大好きだっただけなんだけれども、思いをどうしてもこう伝えたいっていうのがすごいあって、うん、はい、で普通にファンレターをね書いたりしてるけど、ね、ただのファンレターなのに、はい、お返事をくださる、ね、マメな人なんですね。すごい優しい、よっぽど良かったんじゃない、お手紙の文面が。そうなんかな、そうだと思いますよ心を打つ文面だったかな、心を打つ文面だったからこうついお返事してもう行ったり来たりこうしてたんじゃないですか。いやいや、多分ねその時にちょうどね小枝さんの本が出る時期で、はい、多分その宣伝も兼ねてた今度本が出ますって書いてあったからだけれども、うん、なんかそれにはなんかまたお返事をしたりしてたら、うん、その都度お返事をくださって、はい、で私のなんかそのファン的な気持ちはすごいこう燃え上がって、燃え上がり、そう、はい、でもっといろいろできることないかしら、うん、で最初はあの小枝さんのフリーペーパーをね、フリーペーパーを作って札幌で、札幌で、札幌でね、フリーペーパーを作って、ね、でもその頃まだあんまりインターネット普及してなくって、ニフティのパソコン通信っていうのがあって、はい、それでも本当文字だけのやり取りで、いろんな全国の桂小枝さんファンの人とやり取りをして、今度こういうフリーペーパー作ろうと思うんですって言ったら、こう全国からこう切手を送ってくれて、みんな時代ですね、そういうことやりましたよね、昔ね。そうそうそうで、それがファン、ファンの人たちと一緒にそういうフリーペーパーっていうのを作ったんですけど、はい、そのうちにインターネットのね、ホームページとかが出てくる時代になって、うん、私もちょっとホームページ作ってみようと思って、はい、うん、自分のホームページを作る方からで、その桂小枝さんに関するホームページを作った、いつまにかなんとなくもう本人公認のオフィシャルみたいな感じの様子になってきて、ファンサイトなんだけど、そうね、やっぱりフリーペーパーよりホームページかもね、うん、全国にファンがいらっしゃるからね。そうそうそう、うん、それでいつまにか、まあ、小枝さんが、はい、日記を私宛てにメールで送ってくれて、でそれを私が見てこう更新するという、ね、はい、更新する日記のサイトをそんなことね、うんうん、これで皆さんが切手代を送らなくてよくなったんで、そうそうそう、ウェブで見ることができる、うん、そうすごいですね、うん、でもそういう、こうやり取りがあるようになってから、うん、やっぱりこう関西にも随分行く機会が増えて、そうそう、うんうん、行く機会が増えたって、もう勝手に押しかけるみたいなので、もう生で小枝さんが見たいからということで、はい、大阪の難波グランド花月に行ったりとか、うん、あとまあね、テレビ番組とかラジオ番組の収録のスタジオに、はい、招待してくださって、生でいろんなこう、大阪の芸人さんとか、もうビップファンですね、ビップファンここまでやる、いやそりゃそうですよ、北海道から来たっていうと、なんかすごくこうね大事にしてくださって、そうそうそう、うん、小枝さんのラジオ番組にも何回か見学させてもらった時に、うん、知り合ったというか出会った方がいらっしゃって、東野博明さんっていう放送作家の方なんだけど、うん、はい、放送作家の方なんだけれども、ご自分で歌を作って、CD も作りましたって言って、その当時ね、はい、でそれで今度札幌にも演奏に行きたいんですけどって言われて、でも私はその頃は特にそういうバンドとか活動してなかったから、そうか、まだ音楽活動してなかった、うんうん、はい、してなかった頃なんで、うん、いやー、そういう場所とか今だったらね、たくさん紹介してあげられるけれども、はい、その当時分かんなかったから、じゃあなんか自分で何とかしますって言って、じゃあいついつここでライブがありますので、うん、ぜひ聞きに来てくださいって言って連絡をいただいたんですよね、うん、でその時に見に行ったところに、札幌のモジョハウス、そしてフープス、そして桑田健二さんという3組が揃ってたんですね、はい、で東野博明さんっていうこの4組でのライブ企画ということで、でその時は私、まあ、バンドとかね、うん、昔はやってたけれども今はその当時はやってなくって、はい、ああその札幌ではこんな風にして自分で歌とか歌ったりとかする人たちがいて、なおかつそういう場所があるんだっていうことを初めて知ったんですよ、ね、うんうん、衝撃を受けて、そうそうそう、いいわ、うん、こんな場所もあってこんな素敵な音楽をやる人が札幌にいたかと思って、うん、またそのライブがすごく良かったそうなんですよ、すごいよくって、うん、でその後もうそこで出会ったミュージシャンの人たちのライブを頻繁に見に行くように、でいろんな人、はい、札幌のミュージシャンと、うん、
うん、あこういう人もいるんだこういう人もいるんだってこう知り合ったりとか、うんうん、ライブ その企画のお手伝いをしたりとかしてたんだけれども、はい、そこから自分のねバンドを組むようになるとはまだその時は思ってなかった、まだ思ってなかったんですよだけどまあ自分が音楽ライブにまめに通うようになって、うんうんうん、そこからちょっと音楽の入り口に入っていくんですよね、うん、そうだね今の活動につながる、入り口になってたと思います、うんうん、今スピリチュアルラウンジっていう、はい、ライブハウスを切り盛りしてる、しんぼさんっていうねしんぼさん、うんうん、しんぼくんが、はい私は、昔はのっぽろっていうところに住んでたんだけど、はい、そののっぽろ時代からの友達で実は で彼がいろんなライブの企画を札幌でやってる時に、はい、すごく久しぶりに連絡をもらって、うん、それでライブしないって言われて、はい、ライブしないって言われて好きでしょ君そうライブしないって言われて久々に歌わないみたいな感じだったんだけど、それこそ本当に当時何もバンドも組んでいなければ、うんはい、そういうコネクションもあんまないみたいなだけど日にちだけはこう なんか決まっちゃって日にちも決まってるからどうしようと思った時に、うん、あそうだいつもライブをね、うん、見に行かせてもらってるのモジョハウスのバイオリンのゆうちゃんとかもしかして手伝ってもらえないかしらと思って、うんすごいね、ライブの時に、今度ライブをしたいんですけど手伝ってもらえませんかって恐れ多くもみたいな感じで、はいうん、お願いしたらうん、いいですよって言ってくれて、でバイオリンの人は確保して、うん、確保しましたでもう一人ピアノの人が誰かって言った時に、はい、弟の職場つながりで、うん、知り合ったピアニストの女の子がいてピアノの女の子、はい、福ゆき子ちゃんって今ね大活躍のピアニストなんですけど、はい、福ちゃんと、うん出会って一番最初はその3人で即席というかね、うん、今までなんか会ったこともなかった組み合わせなんだけれども、そのライブのためにリハーサルをして初ライブをするっていうそれがだからあれなんですよ、うん、日にちが決まったらそこから逆算して動いてこう付け焼き場でも準備するっていうのでもね、うん、最初の一歩をまずは踏み出すのが大事なんですよ ね、うん、今にしてみて振り返ればすごい付け焼き場ですけど、うん本当だね、それでもやっぱりそういうふうに頑張って準備しちゃったからこそ、うんうん、その最初の一歩があったから今があるんですもんね本当モジョハウスのなんだっけゆうちゃんゆうちゃんありがとうございますありがとうピアノの福ちゃんもありがとうございます本当にその時はもうキッコリズって名前だったんですかうん私が福ちゃんにもゆうちゃんにも出会う前から、うん、このノコギリを使ったバンドをやりたいと思って、うんうんうんそのためにはもう バンド名はキッコリーズしかないって、はい、温めてましたそうそう温めてだいぶ前からもうロゴとかも考えて一人でグッズ作るときはこうしようとかなるほどサインにはこう入れようみたいなよかったですね、うん、そんなんで本当に思いがけなく温めていたキッコリーズ、はい、デビューとなりました、はいその後はですね、うん、カポーさんはいろんな人本当にわらしべ長者のようにですね、うん、いろんな人に出会っていきますね、うん、でそのあたり3つ目のキーワードで伺ってまいります、はい3つ目こちらです。じゃん。